これより最終第12レース優勝戦が行われます。絶好枠を手にした地元の浜野斗真選手、自身初優勝を飾ったのは今年の2月でした。その後3月と7月にはここ丸亀で優勝していまして、浜野選手は今日勝てば早くも自身4度目の V となります。そして2号艇には木谷健太選手、4号艇には中村日向選手がいまして、近況メキメキと頭角を現してきている地元の3選手が揃ってこのファイナルを走ります。12レース優勝。丸亀ブルーナイターボートレースチケットショップ丸亀開設38周年記念、水面上はいよいよ頂上決戦を迎えます。第12レース優勝戦、1号艇浜野斗真、2号艇木谷健太、3号艇梶野隆、4号艇中村日向、5号艇芦澤希、6号艇小池哲也、以上6名の対戦です。この優勝戦、地元の若手レーサーが3名登場となっています。その一人、インコースには1号艇浜野斗真、最後もしっかりとスタート決めて王道 V になるか1号艇浜野、2コース2号艇木谷健太、前回3センチと同じく2号艇での優勝戦、今度は優勝のゴールへ、3コース3号艇梶野隆、久しぶりの丸亀ではありますが、こちらも連続優勝で3コースからの勝負、引っ張っていきますかと4コース4号艇中村日向、気力は上々、地元初優勝を狙う角戦です。5コース5号艇芦澤望、今節はこの5コースから2本のまくり差しを決めています。サイアウト6コース6号艇小池哲也、今年3度目の V へ大外から掴みに行きます。第12レース優勝戦、進入体系インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。内側の4艇がほぼ揃ったスタート、1マークへと向かっていきます。インから逃げの体勢は1号艇浜野、刺してくる2号艇左まくり差し、3号艇梶野バックへと入ります。先頭争い内から2号艇左、外からは1号艇浜野並走となっています。3番手優勢は3号艇梶野。第12レーススタートは正常です。1周2マークの先頭争い、先に回るのは1号艇浜野、その懐狙っていく2号艇木谷、ホームスレッジも先頭リードを取りました。1号艇浜野、2番手2号艇木谷、3番手3号艇梶野となっています。1番2番3番レースは2周目に入っています。2周1マーク先頭1号艇浜野、2番手内から3号艇梶野が接近、その外から回っていく2号艇木谷健太バックへと入っています。2番手単独2号艇木谷、そして3番手3号艇梶野となっています。上位体系は1番2番3番レースは2周2マークです。2周2マーク先頭で折り返してくるのは1号艇浜野、2番手2号艇木谷、3番手3号艇梶野、内側を狙ってくる5号艇芦澤ですが、3番手優勢は3号艇梶野となっています。4番手が追走は5号艇芦澤、レースは最終周回です。上位2艇は1番2番3番手走る3号艇梶野に対して、開いて差し込んでくるか5号艇芦澤ですが、3番手優勢は3号艇梶野となっています。上位体系変わらず1番2番3番、レースはラストコーナーです。今年4回目、丸亀では3回目、通算では4回目の優勝は目前。先頭1号艇浜野、2番手2号艇木谷、3番手3号艇梶野、上位体系は1番2番3番、先頭1番浜野優勝の五輪、2着2番木谷五輪、3着3番梶野五輪、5番6番4番と五輪です。浜野斗真選手にお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちいかがですか？いや、めちゃくちゃ危なかったんでドキドキしました。先輩のね、差しが来ましたね、はい、ちょっとスタート遅れたんで僕がちょっと先回る形になったんですけど、まあ、よかったです、はい。まあ、いい状態ではいけましたかね。いや、ちょっと今日なんか失敗してましたね。うん、あ、そうですか。調整が、はい。いや、まあ、でもしっかり優勝つかみ取りました、はい。まあ、2月のね、今年入って優勝してから勢い止まりませんね、はい。そうですね、あと2回優勝してクラシック行きたいんで、はい、はい、それを目標に頑張ります、はい。どうですか、なんか強さの秘訣、なんか掴んだものとかあるんですか今年？いや、特に
はないんですけど、やっぱ応援してくれとるファンの方もいるんで、その人のために走ろうっていう気持ちで毎節臨んでます。まあ、ヤングダービーも控えています。意気込み含めてファンの皆様に一言お願いいたします。はい、丸亀優勝できていい弾みができました。次の桐生も優勝する気持ちでいくんで、応援よろしくお願いします。浜野選手でした。おめでとうございます。優勝した浜野斗真選手のインタビューをご覧いただきました。改めて12レース優勝戦の結果を競争成績の画面でご覧いただいています。